はようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレスロードトゥーザニュービギニング 2.3 後楽園ホール大会見どころ&振り返りスペシャル。ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました新日本プロレス後楽園ホール3連戦の第3戦目のですね、本日の全5試合を振り返っていきたいと思っておりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速第1試合目から、振り返っていきましょう。本日の第1試合目はタグマッチ第1試合、ゲブリエル・キッド田口隆介 VS 上村優也辻陽太組という形でございます。結構実はこの第1試合、この珍しいタッグが誕生しました。でそれ何かというと、ヤングライオン同士のタッグ、上村選手と辻選手、この2人が組んでのタッグマッチっていうのは意外とあんまりないんですね。なのでさあどういった戦いを見せてくれるのかっていうところが非常に楽しい。まあ今回でいうと対戦相手にゲブリエル・キッド選手もいるので、ヤングライオン3人の中に、田口さん、ベテランの田口さんが1人いらっしゃるという形でございます。はい、こちらに関していくと、辻選手でいくとやっぱ最近のまあちょっとブームというかちょっとトレンドを作っているのが対内藤哲也の道っていうところで、私も今日アップした動画で、辻選手の企画について実は述べさせていただいた動画があったんですけども、どうやらそれは新日側から却下されたようですね。本日の辻選手の試合までに、新日の公式ツイッターの方で、内藤対辻のシングル見たいですかっていうつぶやきをやってくれるかどうかっていうところを企画として出してたようだったんですけれども、新日側からするとこれは全く、そこに対してはノーリアクションっていう形で、辻選手としてはこれはちょっと残念な結果となったのかなと思っております。実際今日試合に関しましても、田口選手が上村選手にドドンを決めて、勝ってます。まあ辻選手としてはチームとして負けというところなんですけれども、まあ田口さんからするとやっぱこのヤングライオン3人が各々自分自身のターゲットを見つけて今そこに向かって邁進しているっていうのはすごくやっぱり見てて頼もしく映ったんじゃないのかなと思います。それがいい意味でリング上のね動きにも反映されてるのかなと。例えば今日タッグパートナーだったゲブリエル・キッド選手は、高木選手にニュージャパンカップ1回戦で当たりたいっていう風に目標を定めてます。そして上村選手は鈴木みのる選手、まあ、今日バックステージのコメントでもね鈴木みのるっていう名前も出してましたし、そして、内藤戦を目論みる辻選手、今日はもう残念ながら新日から棄却された弁、まあ却下された弁っていうのをね述べてたと思うんですけれども、まあ非常に俺にはそんな価値がないのかっていうところですごく今落ち込んでるところだと思うんですが、さらなる新たなアイディアっていうのを持って新日側に交渉しようとしてるっていうのはなんとなくこのバックステージのコメントから見て分かるところですね。まあリング上の活躍っていうのはこれ当然ですよ。これはもう何よりも第一前提。その上でやっぱりそれこそねヤングライオン出て今 SNS を武器にしている王冠選手みたいにやっぱうまく SNS、 今のSNS の流れに乗じた提案っていうのを団体側によりもっともっとガン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 ぶつけていくことでそういったスキルっていうのを磨かれていくのかなと私は思ってます。ですのでまあ今回まあ辻選手はいろんな意味で残念だったと思うんですけれども、新たなる企画お待ちしてますというところでございます。はい、次行きましょう。次第2試合20分1本勝負、矢野徹石井智弘岡田和親組対高橋修二郎 J ホワイトイービル組という形でございます。こちらは昨日に引き続きケイオス対バレットクラブっていうところでございますね。特に、昨日イルミネーションマッチですよね、あれで吉橋選手を集団でまあリンチと言ってもいいんじゃないかな、した、ジェイ・ホワイト選手に対してケイオス軍もう本当に激怒激怒激怒でございます。もう
リングインするなり、ジェイ・ホワイト選手に襲いかかっていくっていうような状況、これ結構ケイオス軍としては珍しい光景かなと思ってます。まあ岡田選手に関してはやっぱり対イービル選手へのシングルマッチを決めていきたいっていうのも含めての動きだと思うんですけれども、今日しかもあのサムライ TV の方での解説で後藤選手がいらっしゃいましたからね、まあ、そこでまあ本当にいても立ってもいられなくなったんじゃないかなっていうところです。だから結構試合序盤に関してはジェイ・ホワイト選手があの捕まってしまう、ケイオス軍に捕まってしまうっていう場面がほんの少しではあったんですけど、そのシーンは結構珍しいなっていうふうに私は思った次第であります。はい、っていうところですね。ただやっぱそこに関していくと、チーム戦とか、まあ、総力戦に関していくとやっぱバレットクラブがやっぱ1枚も2枚も上手なのかなっていうところで、うまくジェイ選手は、まあ、ゲドー選手の力、手を借りつつうまくかわして、その窮地を出したわけなんですけれども、これ実は何気にですね、このケイオスのこの3人って実はケイオス実力最強トリオと言ってもいいんじゃないかなと、まあ、岡田選手、石井選手、そして矢野選手、まあね、石井選手がもう頼れるあの柱っていうのも皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、そして岡田選手もケイオスの何よりも中核エース、そして矢野選手、矢野選手は皆さんご存知の通り、もう隠れたる、まあ今も隠してないと思うんですけど、確かなる実力者じゃないですか。だからこれ本気でケイオス勝ちに行った布陣だなっていうふうに僕は思ってます。はい、だからこそジェイ選手をほんの、まあ、一瞬ではあったとせよあのうまくね、まあ、囲い込んでいくことが成功したわけですしっていうところでございます。はい、まあ、その中で逆にバレットクラブは対石井選手に対して標準を絞っていくような場面でしたね。まあ、実際ジェイ選手自身があの石井選手に対してやっぱり一発返していきたいっていうところで今回はね、あの始まってる戦いであったりすると思うので、まあ、お互いジェイ選手を狙うケイオス軍、そして石井選手を狙うバレットクラブ軍っていうところでの光景っていうのが結構、まあ、見どころだったのかなと思います。そして最後の場面なんですけれども、こちら矢野選手が裕次郎選手に横入り式エビ固めを決めて勝ちましたっていうところなんですが、これあの試合結果だけ見るとこのロード2シリーズでいくと、まあ、矢野選手のいつもの勝ち方カーでその一言で済むのかなと思うんですが、これぜひワールドご契約されてる方見直していただきたいなと思ってます。フィニッシュシーン、これね、改めて思うのが矢野選手ほど、1対多数の戦いに慣れてる選手っていないんじゃないかなと思いました。もう最後本当に矢野選手一人で向こうのバレットクラブの複数人を見事に翻弄して裕次郎選手にきっちりと勝ち星いってたんで、あ、これすごいなと。1個の動きで2人同時にやっつけるとか、本当にまあ矢野選手が、まあね、日頃、まあ、半分冗談で言ってる、まあ、俺はせっかちなんだっていうところを含めて省エネ殺法というか、まあ、一石二鳥殺法というか、なんかそういう、まあ、1対多っていうところの戦い方においてやっぱり矢野選手ってとても頼れる存在だなと思った次第であります。はい、で次の試合行きましょう。ごめんなさい。その後、試合後にですね、後藤選手が解説席を飛び出して、ジェイ選手にもボコボコにに行くというシーンが、これも一つのちょっと見どころだったのかなと思ってます。やっぱり昨日、吉安選手、同じチームメイトである吉安選手を、やっぱり蹂躙したところっていうのは、もう、ケイオス軍としてはね、絶対的に許せないところっていうのがあると思うので、まあ、そこに対してジェイ選手にきっちりとやり返していきたいという気持ちが見えた瞬間かなと思います。実際あれなのかな、 2.11 であるんですよね、多分ネバーシックスメンタッグ、の、チャンピオンシップがあると思います。それが急遽決まりましたので、さあこれからどうなるでしょうかという形でございます。おそらくこの、ジェイ選手率いるバレクラ軍対、ネバーシックスメンタッグチームとの戦いっていうのは多分前哨戦まだまだあると思いますので、それもちょっと大きく期待したいなと思ってます。はい、次行きましょう。次、第3試合ですね。はい、第3試合20分1本勝負、同期金丸義信、エルデスペラード、ザックセイバージュニア、太一、組対ジャドー、エルファンタズム、石森太一、タンガロア、タマトンガ組という形でございます。はい、こちらなんですけれども、やっぱり IWGP、タッグ、そしてアイアンフィンガーを返せと目論むデンジャーステッカーズ率いる鈴木軍、そしてその、デンジャーステッカーズを手玉に取る GOD 率いるバレクラ軍っていうところ、これが本当にすごくですね、ハマった戦いと言えるんじゃないかなと思ってます。まあやっぱり太一選手が本当に頼もしいなと
思う、今日この頃本当にまあ、試合の大半をのど輪でですねしっかり制していくシーンとかなんて本当にあれ力強、まあ、反則なんですけど力強さっていうところと頼りがいがある男だなっていうふうに改めてシーンを見るにつけ僕は毎度毎度思ってます。そしてもう一つの見どころでいくとこれ毎試合毎試合僕言ってますけど邪道選手の、コンディションこれが非常に高木選手が、新日本ワールドの方の解説席に今日はいらっしゃったんですけどその高木選手をして邪道体仕上がってんなってずっと言ってましたからね高木選手が言うってことは相当なんですよ、だから本当に邪道選手この気持ちっていうのをやっぱり同期選手がですねどれだけいつ本気にできるかっていうところをしっかり感じて毎試合毎試合戦ってるんだろうなっていうふうに僕は思ってますよ、同期選手の動きもすごく今日良かったですからね、エルファンタズモ選手に怒涛の術とか決めてるシーンとかって本当にあわやっていうシーンは確かにありましたんで、っていうところですね。で実際今日この試合を決めたのは、まあ、スーパーキック、まあ、疑惑の右足を振り抜いた同期選手あ間違えたエルファンタズモ選手が同期選手に勝ちましたっていうところです。はい。で実際今日バックステージでファンタズモ選手がリングシューズ脱いだんですよ。ほら見てみろとで、まあ、カメラとかもちょっと見てたらしいんですけど、実際足の方には、普通の靴下そしてリングシューズの中にも何もなかったようなコメントがありましたね。今日は多分カメラがそれを覗いてたんじゃないかなと思います。ということはこれは何もないのかな。リングシューズ、そしてまあ靴下の方にも何もなかったっていうのが今日判明されたので果たして今日だけなかったのか、どうなのかっていうところですね。これはちょっとまあ実際、まあ今回今日のところは何もなかったっていうのがね本音のところだと思うのでさあここに対して鈴木軍がどう逆に、なんていうんだろう次なる証拠を掴んでいくか次なる疑惑のポイントっていうのをやっていくかっていうのがちょっと楽しみになってくるんじゃないかなと思います。まあ、ひょっとしたら今日だけ何も仕込まなかったのかもしれませんからね。どちらかというと今日エルファンタズモ選手の疑惑の右足を振り抜いてなんかなんていうんだろう鉄板が入ってるであるとか、シューズに何かしらあるっていうようなシーンってどちらかというと少なかったと思うんですよ。なので今日はひょっとしたらなかったのかなっていう気はします。だから日によって使い分けをしてるのかなと思うとちょっとこれはこれで難儀な選手だなと改めて思った次第でありました。はい。まあ実際バックステージの方でも鈴木軍のところでいくとですねまあザック選手が今日は太一選手の分もコメント言ってましたね、しっかり太一選手はアイアンフィンガーを取り返しに行ってくれ俺はベルトの方を取り返しに行くからっていうところでも太一選手がそこまでアイアンフィンガーに対してやっぱり執着してる太一選手をきっちりと認めてるというか、OKOK 俺がサポートするからなっていう本当にこの太一選手とザック選手の信頼感って半端ねえんだなっていうのをバックステージのコメントからも感じた次第であります。はい。で、次の試合いきましょう。第4試合翔本間智明 VS 高橋留内藤哲也っていうところでございます。はい。これはもう、IWGP ジュニアの前哨戦っていうところですね。でまあ内藤戦を目論む、本間選手っていうところでまあ内藤選手に関していくとどうなんでしょうね。今のところ辻選手そして本間選手が内藤戦に名乗りを上げているわけなんですけどまあ以前名乗りを上げてた王冠選手は棚橋さんが持つネバーの方にもう向いちゃったので今はもう内藤戦は一切口には出してないっていうところなので今実際に内藤戦を目論む選手としては2選手というところでございます。この状況を内藤さんはどう思ってるのかっていう逆の視点でちょっと最近考えることが多くて、これでいいのかなと、あえて誤解を恐れずに言うと内藤選手ほどの男が自分をターゲットにしてくる相手っていうのがヤングライオンとあと最近ベルト戦線とか何て言うんだろうな賞レースとかからもちょっと名前がなかなか入りづらい選手が名乗りを上げてる。しかもその2人しか名乗りを上げてもらってないっていう今の状況を内藤さんはいかにして考えてるのかって先逆に考えることがあるんですよね。まあ、僕は別の回で辻選手
のね、企画を、まあ、つゆ選手の内藤哲也選手への道っていうところでね、動画も出させてもらったりしてるので、そっちはそっちでしっかり応援をさせていただいてる反面、内藤さんとしてやっぱりちょっと物足りなさっていうのがあるんじゃないかなって僕は思ってますね。だからこそ、名乗りを上げてる2選手に関しては、もう変なところでつまずいてほしくなくて、むしろ内藤戦っていうのを掲げてるんだったら、自分は絶対負けないっていうぐらい、無敗街道を突き進むぐらいの、やっぱりこの今の何々選手なら、今の本間選手なら、今の辻選手ならひょっとしたらっていうようなね、期待値を僕らに抱かしてほしいなっていうふうに本当は思ってるわけですよ。まあ多分ですけど内藤さんもそう思ってるんじゃないかなって僕は思ってます。はい。でも実際今日この試合に関していくと、まあまさにまあそういった期待値そのものと言ってもいいんじゃないかな。内藤さんが本間選手にデスティーノを決めて、内藤戦を目論む本間さんに直接勝利という形でございます。もうまあね、今の本間選手だったらってあえて言いますけど、1回2回3回4回5回負けたぐらいでシュンってなってしまうような選手かって言ったらそうじゃないと思うんですよ、ね、どんだけ負けても負けてもいやいやここからだって立ち上がる姿っていうのをもうねもういいよ本間選手って僕らがどんだけ思ってもずっとね言い続けていくぐらいの本間選手っていうのがあればきっとそれがねリング上の戦いにも反映されてくると僕は信じてるんで頑張ってほしいなと思ってます。はい。そしてもう一つここでいくと試合後とんでもない事態がありましたね。トロフィー破損事件っていうのがあってですね、これ僕ツイートでちょっとトロフィーが壊れましたっていうところで何度かツイートさせていただいたんですけれども、この場を借りてちょっと一つ謝罪したいと思います。内藤哲也選手本当にごめんなさい。私最初の、トロフィーが壊れましたっていう速報ツイートを流した時にもう明らかにあなたが犯人であるというようなつぶやきをしてしまいました。内藤哲也選手そして内藤哲也選手のファンの皆様大変に申し訳ありませんでした。はい。試合後の、解説席の皆様のコメントを聞いてたら明らかにまた内藤さんがやったのかっていう風潮だったので、あと高橋宏夢選手のですね本当に悲しい顔見てたらいても立ってもいられなくなってですね、内藤さんなんてことしやがるんだっていう形でちゃんと自分自身の目で事実確認をしないままつぶやきをしてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。そして、この動画を上げる前にちゃんとどのタイミングでトロフィーが壊れたのかっていうのは自分の目でしっかり確認しようと思ってワールドを見てました。試合何度も何度も何度もそうしたら実は内藤さんと本間選手がリング上で戦っている時に翔選手と広夢選手が場外乱闘をしてたらしいんですよ。そこでどちらかがどちらかを鉄柵に振った時に鉄柵がドーンって揺れて阿部リングアナのとこにある机がそこで揺れたんですよ。ガーンと鉄柵がボンとぶつかって、そしたらその机の上に置いてあるトロフィーがその揺れで倒れて机の下にガーンと落ちちゃったんですよ。それで壊れたっていうのがことの真相でございます。はい。僕はそれを見た時驚愕しました。あ、内藤さんじゃなかったんだと思って速攻僕つぶやきリツイートさせてもらいました。申し訳ありませんでしたという形で内藤哲也選手は冤罪でございます。はい。内藤選手は無罪、内藤哲也選手は今回は無罪でございますので皆様そこのところをどうか、誤りなきようお願いいたします。そして内藤哲也選手のファンの皆様大変に申し訳ありませんでした。はい。以後気をつけてまいります。はい。謝罪終わりですというところでございますので、ちなみにですねこれワールドご契約されている方見ていただきたいんですけども、今日の2月3日の試合時間でいくと1時間50分過ぎたところからぜひ再生ボタンを押してください。そうするとトロフィーがゆっくりと倒れて机から落ちる瞬間っていうのを見ることができますので、阿部リングアナの近くにあるトロフィーがですね、見ることができますのでぜひ1時間50分過ぎのワールドっていうのを今一度見直していただければその瞬間が見えますのでぜひ皆さん見たい方は見ていただければと思います。はい。次行きましょう。そして本日の、メインイベントですね。メインイベント、第5試合マスターはといぶしこうた組対武士真田組という形でございます。はい。これは2冠戦とスペシャルシングルマッチの前ダブル前哨戦という形でございます。
まあある意味ここまさにここ最近でいくと、ヒロム選手も交えたシックスメンであったり8人タッグっていうところが、ね、よく最近見受けられたと思うんですけど、あえてそれを分けて今回はこのなんていうんだろうな、あのこの2選手同士、この4選手でメインを務めてもらったっていうところでございますね。本当に噛み合う試合だなっていうところで、本当にリング上のあの動きぶりだけってあえて言いますけど、だけでいくと本当にこの4選手に関していくと、もうちゃんとしたもう素晴らしいメインイベントだなって思いますね。これワト選手、ブス選手を含めて、思った次第ですね。本当にどちらが、どう勝ってもおかしくない試合っていうのはこういうことを言うんだなっていうところで、実は今日この試合に関していくと、真田選手がワト選手にスカルエンドを決めて勝ちましたというところですね。最後、スカルエンドの体勢で振り回して締め上げて勝ったっていうところでございます。そして、久しぶりに真田選手は後楽園ホールのファンの皆様にギフトをしてましたね。これ結構久しぶりですよね。果たしてこの光景が広島の皆様でも見ることができるのかどうかっていうのが非常に楽しみかなと思います。多分ギフトは今年初めてじゃないですか。多分ですけどね、だと思うので、さあここであそうかって皆さん思い出していただいた皆さんも多いんじゃないかなというふうに思います。はい、っていうところで、まあ本当にもう実力っていうと、もう本当にね、白昼してるこの、4選手っていうのがあるので、当日は本当にどこまでどうなるかっていうのは全く見えない戦いっていうふうに思いますね。実際前哨戦でいくと、あと後楽園ホールが1回ですね。であと広島の初日で2回の前哨戦が未完戦はありますというところです。まあ実際全体の前哨戦でいくと、あと後楽園ホールが1回ありますよというところからというところでございます。はい、というわけでぴょこーん、あ、お来たか、今日佐野選手勝ったのおめでとう、やったくま、佐野選手勝ったくまー、くまよーし、よかったね。やっぱ佐野選手勝った時は佐野くまちゃんもより一層可愛いね。はい、というわけで、本日 2.3 後楽園ホール大会の振り返りスペシャルでした。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。